漢中に攻め寄せた曹操を劉備は見事に撃退。この勝利により自ら漢中王を名乗った。慶州を守る関羽は劉備勝利の報を受け、義を討つべく進軍を開始、狙いを繁盛に定める。だがそれこそが曹操の狙いだった。関羽をあぶり出し討ち果たせば三国の均衡は崩れる。すべては関羽討伐を確実なものにするため。曹操は慶州奪還を悲願とする孫権に協力を要請するのだった。私はすでに確認済みよ。のこのこ来たことを後悔するがいい。状況は我らが優位。ひとまず話を聞いてやろうではないか。戦の最中に それは興味深いな。つまり裏切れ。なるほど、貴様の言い分は分かった。職にはそうか、悪くない話だ。仮にね、お前の言葉しかと心に響いた。今より孫悟に味方し関羽を討たん。軍神と呼ばれていようが恐れはしない。関羽の首を取ってみせるぞ。守るべきもの守れたみたいね。それでこそ連士だ。
しまいにするわ。どっちか。おのれ、油断したわ。この無念、いつか晴らしてくれよ。守るべきもの、守れたみたいね。おお、気合入ってんな。その調子だぜ。敵将、討ち取ったわ。よくやった。お前の治癒、日々磨かれているな。なんとか無事に兵糧を届けられたか。これも援護があったおかげだな。医療の皆も士気が高まったようだ。これなら各地に援軍を出せるだろう。守るべきもの、守れたみたいね。見事だ。お前は
我が策に欠かせぬ。局を左右しうる。私たちで守るぞ。来るがいい、五の将兵よ。ここは決して通さんぞ。道を塞ぐとは鬱陶しい。痛い目に遭いたくなくば、そこをどけ。長飛殿のようにはいかぬか。守るべきなら守るべきだね。あなたの部には乱れがない。悠々と流れる大河のごとくですね。気力で敵を食い止めてくれる。軍弱の殿が戦場で吠えるか。その思い上がりへし折ってくれるわ。よし、よし、ふっ、とー、よし、とー、はい、ごめんなさい。我が気力、この程度だったか。敵将討ち取ったわ。よし、よし、守るべきは守れたみたいね。これより目立つな。つい本音がな。よくやってると思うぞ。お見事です。私も見習わなければ。Thank you.
しっかり準備できてます。私とて軍神の子、父上から任された城を渡してなるものか。惚れ込みそうです。ああ、本当にすごすぎる。これで香料は落とした。あとは缶を。リョモード、こちらにおられたのですね。皆が出撃の号令を待っています。ああ、分かった。すぐに向かう。リョモード、大丈夫ですか？リョモード、その血は？言うな、リクソン。俺はロシク殿と約束したのだ。必ず殿に天下を取っていただくと。今ここで立ち止まるわけにはいかんのだ。殿に天下を。誓え、リクソン。俺の命が燃え尽きるその時まで、決してこのことは口外せぬと。わかりました、リョモード。私たちで殿を天下へとお連れしましょう。ああ、やるぞ、リクソン。軍神を討ち、孫悟の天下へと進むのだ。殿、香料は抑えました。あとは缶を撃つのみです。さあお命じください。軍神を討ち取れと。北は魏軍が抑えています。関羽は西に退路を取るでしょう。へえ、逃がすかよ。どこまでも追いかけて討ち取ってやるぜ。けど敵さんも必死だ。ここからはお互い生きるか死ぬかの戦いだろうね。それでも最後に立っているのは俺たちだ。負けるなんてことは許されないからな。敵は全て斬る。私たちで支えましょう、孫権様を。そして孫権様のお志を。私は確信している。孫悟の勇士たちならば必ずや軍神に勝てると。皆死ぬなよ。この戦に勝ち、
共に明日へと進むのだ。はっ、行くぞ。殿のため、孫悟のため、今こそ軍神関羽を討つ。平州奪還は孫悟の悲願、必ずや関羽を討ち取るのだ。ここで止める。父上の元へは行かせるものか。私たちだって父上のお役に立ちたい。だからあなたたちはここで倒します。そうです。でもごめんなさい。あなたたちはここで撃たせてもらうわ。おしまいにするわ。やあ、援軍として参りました。これより関作様に加勢いたします。エアコンに呼んでいたなんて。はっ、お待たせ。はっ、はっ、おしまいにするわ。敵を止められなかった。みんなの力になれなくてごめんなさい。父上のお役に立てなかった。なんと未熟なのだ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。守るべきもの守れたみたいね。すごいな。さすがだ。守るは我らが受け止めろ。決
何者にも抜かせはせぬぞ。守るべきもの守れたみたいね。見事だ。私の元で戦う気はないか。軍神たるその力、武門孫悟でこそ生きよう。殿、はばかりながら関羽が関羽たるゆえんはその武勇にはありません。その義ゆえ劉備との絆を貫くがゆえバウなのです。しかも拙者の名脈兄劉玄徳の大使とあり、なるほど、貴様はそう言って曹操の元も去ったのだったな。礼を言うぞ行列、己を知る者の手で討たれるならば本望よ。敵を深く知るは兵法の要、これだけのことだ。しかも、新関羽、我ら孫悟が打ち倒した。
皆ご苦労だった。おかげで慶州を奪還することができた。周囲をはじめ多くの者につながれてきた悲願、ようやく叶えられたのだ。これで天界の足がかりができた。周囲たちも喜んでくれるだろう。リクソン、よく両盟を支えてくれた。恐縮です、殿。しかし劉備は必ず報復の軍を向けてくるでしょう。今回義と結んだ盟もいつまで維持できるか見通しはつきません。慶州は得たものの、孫悟にとって難しい状況は続くでしょう。ああ、だが覚悟はできている。戦いの果てに必ず孫悟の天下をつかむのだ。ところで呂蒙はどうしたのだ。少し体調が優れないとのことです。大事をとって休まれると。そうか、養生するよう伝えてくれ。あまりに多くのものを失った。これ以上の死は見たくないのだ。孫賢様。急報、急報です。長安より報告。義王、即居とのこと。曹操が死にました。軍神関羽は幕城に散った。曹操に協力した孫権は約束通り慶州の大半を手に入れる。だが蜀との盟を破り劉備の義弟を討った代償は小さくない。五蜀の同盟は決裂し、孫劉による大義の構えも崩れ去った。一方、この情勢の変化を見届けた曹操は静かに息を引き取る。息子曹丕にその覇道を託して、三国鼎立の世は新たな局面を迎えようとしていた。父上、兄上、呂蒙が死にました。また一人孫悟を支える者を失ってしまいました。そして曹操、一代の英傑がこの世を去りました。おかしなものです。あれほど恐れ憎んだ敵だというのに、いなくなってみれば寂しささえ感じます。同じ時を生きた者が死ぬたびにそう思うのです。そして今度は劉備と戦わねばなりません。劉備のもとには将校がいます。もしも将校と戦うことになったら、その時私は、殿、蜀の大軍勢がこちらに向けて進軍中です。怒りに任せて突き進んでいるようで、これは負ければひどいことになるでしょうな。分かっている。慶州で関羽を討った時こうなることもまた覚悟していた。リクソン、はっ。お前に全軍の指揮を任せる。大都督として皆を率いよ。私でよろしいのですか。異例の大抜擢だな。本当に大丈夫か。俺はちょっと不安だぞ。リクソンですか。実績では
俺も負けていないはずですけど。こらえてくれ、主膳。リクソンには関羽討伐で両門を支えた功がある。その治癒も皆の知るところとなった。この戦はリクソンの才を信じ任せたい。皆もよく支えてやってくれ。わかりました。今回はリクソンに譲ります。ありがとうございます、主膳殿。殿、陸白玄大都督の任拝命いたします。しかし殿、よろしいのですか。敵方には姫様が。敵が誰であろうと孫悟を脅かす者は粉砕する。たとえそれが我が妹であってもだ。孫権様、どうも殿らしくないね。表情も変えずにああも言い切るなんて。それだけこの喧嘩がやべえってことだろう。覚悟を決めねばな。何があろうと孫悟は守り抜く。自分たちがいる限りそれは絶対だ。うん、亡き両毛殿の分まで死力を尽くすのみ。敵が誰であろうと粉砕するか。いや、それは正しいんだろうけどな。なんだか曹操の言葉に聞こえてな。いや、無理をしているからそういう言葉が出てしまってるのか。殿、自分で背負おうとする者に押しつぶされなきゃいいんだが。リクソン、食軍の動きは。はい、敵は白帝城から出陣。すでに孫悟領内まで軍を進めています。関羽と張飛の仇討ちを叫び意気兼好です。正面からぶつかるのは避けるべきでしょう。まずは敵を引きつけてください。敵をこちらの領内深くまで誘い込み、敵陣が長く伸びたところを一気に叩きます。敵を分断するか。ええ、その通りです、周太殿。なるほどな。だがそれだけで勝てるか。女性殿、ご安心を。すでに策の準備を進めています。敵を一気に叩く策を主膳殿に託しています。これがなれば食軍は総崩れとなるでしょう。わかった、期待して待とう。よし、では行くぞ。孫悟を守る道は戦って勝利する先にしかない。孫権様、白帝城に姫様がいるとの報告が。このままでは姫様の身が危険です。まだ間に合うはずです。どうか和睦の使者をお出しください。無駄だ、もはや劉備は止まらん。今は進むしかない。たとえその道が非常なものであったとしてもだ。孫権様。姫様は筋を通す方だ。おそらくは自らの意志で劉備のそばにいる。だが戦場でまみえた時、俺たちは姫様と戦えるのか。わからん。食軍の猛攻から孫悟を守らなくては。医療へ向かい劉備を引きつけましょう。
で防御態勢を取るのだ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。ひよっこどもを脅かしてやるわ。おのどめ、サンガの兵糧庫を焼き払え。これは医療へ送る大事な兵糧だ。よくのじいさんには絶対渡さないぞ。よくのじいさん、手ごわかったな。なんとなく郊外を思い出したぞ。兵糧庫は防衛できた。イリオに兵糧を送れるぞ。守るべきもの守れたみたいね。それでこそ連士だ。
そうか。リフギフあデネー、兵糧庫が食軍の奇襲を受けた模様ですが、リクソン様の指示で断れ言われました。ほう、ゾンガイ、戦況をよく見ているようだ。これで大丈夫ね。あなたの部には乱れがない。悠々と流れる大河のごとくですね。家計の準備が整い、時を稼ぐのだ。防備を固め、劉備を引きつけよう。文長、よく解く。お前たちの無念は必ず晴らす。孫悟の将兵は根絶やしにしてくれる。準備は順調です。予定より早めに完了予定とのこと。行かせてもらうわね。よし、ハーフ、ハーフ、セイセイ。父上と兄上の敵、苦手もいないよ。本当に私が取ってみせる。敵部隊、前へ。手を上げて攻めかかるのだ。この戦い、腰を据えて挑む必要がある。補給部隊を呼べ。兵糧の確保を怠るな。ごめんなさい。申し上げます。兵糧庫より補給部隊が到着しました。よし、兵糧は確保できたな。みんな姿勢を上げよう。諸君を迎撃するのだ。仇討ちも果たせないのは一回引き再起を図る。まだ落ちぬか。式より増援を呼び、さらに攻め立てよ。伝令、五軍に式が制圧されました。増援部隊の編成も困難とのこと。なんと式が落ちたか。増援ばかりでなく態度も立たねえとは。ここは防衛線、守っておくべきだと思う。おしまいにするわ。よっ、
ち取ったわ。それでこそ連死だ。逃がすつもりはないの。敵を押し込むぞ。続け。行かせてもらうわね。まだだ。孫権の首も取れずに死ねようか。孫権様、家計の準備が整いました。よし、今こそ時は満ちた。ディクション、あとは頼んだぞ。はい、お任せください。さあリクソン、俺たちのグレンの闘志。出てやろう。敵将、討ち取ったわ。見事だ。火は熟しました。修繕だ。やあ、リクソン、今だろ。グレンの炎よ、孫悟の未来を照らせ。これがその報いというのか。今より職軍を追撃します。この機に完膚なきま。叩きのめしましょう。今こそ敵の要所を叩く。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。退路を確保するなら指揮の攻略が不可欠。私たちおしまいにするわ。お前ら、ここは死んでも動くなよ。どきなさい。やっは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 っ。いくぞ。敵陣を一気に粉砕する。ここは白帝城へ撤退するための要所。
五軍には引いてもらわなきゃね。援護するぞ聖祭、共に五軍の者どもを蹴散らそう。おしまいにするわ。どっちか、俺たちでここを守りきる。烈火のごとく敵を寄せつけるな。絶対に確保できない。このままで私たちの志が。狙いは定まった。敵の足場を崩し全員を損ねた。おしまいにするわ。訓練してるみてえだな。全力で行くぞ。守るべきも守れたみたいね。その勇士に惚れ込みそうです。ああ、本当にすごすぎる。それでこそ連士だ。諸葛亮様よりご伝言が。我らが敵を足止めする間に撤退をとること。そうか、諸葛亮、みんな、すまぬ。私はこれより白帝城へと向かう。どう、敵。あ、なんだ、石像か。紛らわしいな。陣の奥へ続く通路を発見しました。これより内部へ進軍します。おしまいにするわ。陣内に高台があります。そこからの攻撃にご注意ください。不明な私を逃がす。すまぬ。どっかさん、そなたちの命何はせんぞ。おしまいにするわ。
心にこれほど深く入られるとは。ですがその猛進もここまで。やっはどきなさい。陣の奥にも高台があるようです。食軍はそこから攻撃してくるでしょう。陣を中央に突破するとは想定外でした。ですがおしまいにするわ。陣筋書き通りです。敵将討ち取ったわ。お見事です。私も見習わなければ。まもなく白帝城にたどり着く。みんな あと一時、私に力を貸してくれ。無事白帝城まで引くことができたか。みんな、私の不明をどうか許してくれ。ここは私が制したわ。諸葛亮様よりご伝言が。我らが敵を足止めする間に撤退を取ること。そうか、諸葛亮、みんなすまぬ。私はこれより白帝城へと向かう。あ、敵。あ、なんだ、石像か。紛らわしいな。これほど深く入られるとは。ですがその猛進もここまでです。みんな、不明な私を逃がすとは。すまぬ、そなたたちの命無駄にはせんぞ。おしまいにするわ。よっ、私の不明ゆえに多くの者が倒れている。誰のために倒れるわけにはいかぬのだ。皆に足止めしてもらいながらこの始末とは。劉備は追い詰めました。
これも皆さんの奮戦の賜物です。そこまでだ劉備、これ以上の抵抗に意味などない。まだだ、まだ私は引けぬ。雲長と翼徳の無念を晴らすまでは。ならば是非もない。今ここでお前を斬る。逃げて玄徳様。姫様。諸子殿、なぜここに。玄兄様、玄徳様を斬るつもりなら私が相手になるわ。そこをどけ諸子。私は劉備を討たねばならん。孫悟の家族を守る、それがこの身に課せられた使命なのだ。私も同じよ。大切な人たちを守りたい。虎の牙は愛する家族を守るため。私にも父様の血は流れているから。行って玄徳様。すまぬ諸子殿。諸子、それでいいのか。ここで袂を分かてば二度と孫悟には戻れんのだぞ。それでも私は玄徳様の妻だから。ごめんなさい玄兄様。ありがとう祥子。諸軍は撤退しました。この戦、我ら孫悟の勝利です。どうだ陸遜、俺の働きは見事なものだったろ。はい修繕殿、この勝利はあなたの家系あってこそです。陸遜も大した指揮官ぶりだったぞ。ああ、孫悟の大都督として申し分ない働きだった。そんな過分なお言葉です。ところで両党殿、観寧殿のお姿が見えませんが。なんで俺に聞くんだっつうの。どうせそこらで油でも売ってるんじゃ。大変です観寧様が。ったく、この鈴の観音様ともあろうものが。観音、なんだ この傷は。よう領土、ちっと下手打っちまってよ。物陰からいいのもらっちまったぜ。おっさんに会うのは俺の方が先らしい。おい冗談はよせって、しっかりしろかね。わーり、俺が死んじゃ親の仇が打てなくなっちまうな。ふざけんなっての。あんたには言いたいことが山ほどあるんだ。死ぬな。おい死ぬなっつの。なあ両党、誰かの願いを背負っちまうってのは重いもんだな。おっさんが死んでおめえの気持ちが少しだけ分かったぜ。なあ両党、おめえの親父とおっさんのついででいいからよ、もう一人分背負ってくれや。じゃああとは頼んだぜ。うわ
また私の道のために大切な仲間の命を失ってしまったか。許せ、カンネ。許せ、リョウト。私が前へ進もうとすればするほど大切なものがこの手からこぼれ落ちていく。父上、兄上、周囲、帝府、ロシク、両門、大師寺、郊外、観念、証拠。私は何のために、一体何のために戦ってきたのだ。誰か教えてくれ。よくお越しくださいました、諸葛亮先生。この度は私、陸白玄がお話を受けたまわります。あなたが医療での策はお見事でした。いえ、私などまだまだ勉強中の若輩です。それにしても物々しいですね。私一人にこれほどの兵を並べるとは。今や皆さんにとって私たちは葬儀以上の旧敵。この階段もその延長にあります。ならば警戒して叱るべきだと思いますが。確かに孫悟との戦で私たちは劉備殿をはじめ多くの方を失いました。その悲しみと無念は忘れえません。ですがそれでもなお語るべきことがあります。孫悟と蜀の再びの命ですか。ええ、我ら蜀漢と孫悟の対立に意味はありません。私の天下三分、亡き周遊殿が描いた天下二分、そのいずれも葬儀の打倒を目的としたもの。今こそ私たちはそこへと立ち返るべきなのです。孫悟と蜀とで大国葬儀を打つ。そしてその先は。その時こそこのような席ではなく戦場で雌雄を決することになるでしょう。わかりました。我が殿には私から五色の命の理を伝えておきます。乱世を終えるため今一度共に戦いましょう。
殿、諸葛亮殿との会談で蜀との命は回復しました。ですが一方で魏との命が失われました。今魏の大軍勢が孫悟に向け進軍中です。どうなさいますか？孫悟を犯す者は撃つ、それが何者であろうとだ。皆出撃の準備をせよ。私もすぐに向かう。殿はどうなさったのだ。心ここにあらずといった感じだが。医療でのことをまだ引きずっておられるのでしょう。殿はご自身が進んでこられた道が多くの命を散らせたと自責しておられるようです。今回の魏軍の侵攻、殿に責任などありません。それでもおそらく殿はこの状況を招いたのは自分だと思っておられるのかと。まずいぞ。孫権殿の気迫が衰えていては全軍の士気に関わる。ここは何とか立ち直ってもらわなければ。いや、ここは俺たちが。そうは言うが、何か手はあるのか？おい、聞いて。蓮氏殿に頼んで孫権殿を元気づけてもらったらどうだ。それでどうにかなるとは思えないけどね。だが他に手など。やかましいわ小僧ども。か、関東殿。殿を何とかしようというのは殿に全てを背負わせるようなものじゃないのか？そうじゃないだろう。主を支えるのが真の務め。苦難の時こそそうあるもんだ。関東殿。すまない関東殿、俺たちが間違っていた。孫権殿にこれ以上の重荷は背負わせない。皆で孫悟を守ろう。ならば自分に一つ策がある。ここは任せてもらえないか？おお、珍しいな。よし、女性、お前の策にかけてみよう。ん？これは俺が時を挙げる流れか？よし、みんな魏の軍勢謎を追い返すぞ。俺たちの力で孫悟を守り抜くんだ。将軍、万事整いました。うん、よし、これで間に合ったな。女性、いや、俺はたまげたぞ。また随分と大きなものをこしらえたもんだな。敵の目を引き欺く、大きいことに意味があります。誰も乗っていない船まで浮かべてか。空船で十分近づかれなければいい。魏帝曹丕は大軍で南進し我らを押し流そうとしている。だが呉の地を飲み込まれてなるものか。奴らが激流だろうと抗い押し返すのだ。しかしよくできてる。俺にはちゃんとした城に見えるぞ。本当ですよね。これで中身が空っぽなんて誰も思わなそうです。いや、これは偽物ではない。自分の、いや、我らの覚悟と意地がこの城には詰まっているのだ。
の孫悟を何としても守りきる。女性、こたびの戦、お前が頼りだ。内調を探ろうとしておる様子、注意するよう愚本殿にも伝えねばな。守るべきもの守れたみたいな。それでこそ練士だ。城壁には必ず何か裏がある。五軍の動きを監視し、逐次報告しろ。五の将官、我々の動きを敵に知られるわけにはいかん。逃がすつもりはないの。敵将討ち取ったわ。その働き、見事というほかない。やっせい、やっ、どきなさい。さあ、あっ、逃がすつもりはないの。しくじったか。だが俺が倒れても諜報部隊は健在だ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。守るべきもの守れたみたいね。
進行を支えているはずだ。落とせば大きな打撃を与えられるぞ。敵ながら見事な気迫。この女孔明、全身全霊の武でお相手いたす。この砦に目をつけるはすぐに。宗主公が守る限り断じて渡さぬ。どちらかい。拙者の部は拠点すら守れぬか。俺の未熟さをただ混じるのみでござる。ここを死守する。皆一丸となって鉄壁の要塞と化すのだ。おしまいにするわ。拠点を守りきれぬと飛行なのに、もうこの鉄壁の守りすら貫くか。敵将討ち取ったわ。守るべきもの守れたみたいね。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。よし、敵の砦を制圧したぞ。近くにもう一つ兵器拠点があるらしい。そこへ魏の指揮官が向かっているそうだ。要所を潰しそいつも倒せば一石二鳥よ。目が光陵に向いている。今が好機よ。術高を奪っちまえ。術高は光陵防衛の要所、断じて譲るわけにはいかぬ。お前ら行くぞ。敵を残らず叩いてやれ。逃がすつもりはないの。すぐに終わりにしてやるぜ。派手に動きすぎたか。万長殿に叱られる前に引こう。よし、術高を守り抜いたぞ。ここは光陵防衛の要になるはずだ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。守るべき守れたみたいね。それでこそ連士だ。
国との戦で消耗している今が好機だ。常なき孫悟をここに打ち滅ぼせ。義の軍勢、これほどの規模とは。急ぎ迎撃の体制を整えれば。拠点は抑えた。これより高陵へ向け進軍するぞ。守るべきもの守れたみたいね。その勇士に惚れ込みそうです。ああ、本当にすごすぎる。長江の対岸に大層な城壁が築かれたが、下船だ。そんな時間が奴らにあった。おしまいにするわ。もっと近くで確認しないと。なんとも兵を流させ様子を伺わせましょう。兵器をもっと増やした方が良さそうだ。援軍をよこすよう言ってくれ。田舎武者どもが悪あがき、この私が王を潰す気を逸するとはな。やった、葬儀の大軍団を撃退したぞ。これも女性の策あってこそだな。伝令、北の集落が五軍に制圧された模様。兵器部隊の応援を呼ぶことができません。五軍にざとく抑えられていたが、あちらも必死だ。あざどれないな。守れたのか、私たちの孫悟の血を。殿、義軍は完全に撤退しました。この戦、私たちの勝利です。自分たちは守り抜いたのです、この愛する孫悟の血を。しかしまたよく燃えたな。今回の戦の主君は俺で決まりか。バカを言え。今回一番目立っていたのは俺だ。待て、この勝利は自分の策があればこそだろう。ご安心を、女性殿。あなたの功は皆が認めるところです。ただ私が頑張ったことも少しは認めていただければと。分かっているとも、リクソン。これは自分たち皆で成し遂げた勝利だ。そうですね、女性殿。いい響きだ。孫悟に明るさが戻ってきたな。春の日だまりのごとく暖かく穏やかな空気だ。まあこれで死んだ連中も納得するだろうさ。そうだろう、観念。どうしたのです、孫権殿。さっきから黙ったままで。殿、
孫賢様、泣いていらっしゃるのですか。ああ、そうだ、そうだったのだ。私が本当に願い欲したもの、それは天下などではなく、劉備亡き後、蜀ではその子劉禅が帝となった。諸葛亮ら中心は劉禅を支え、国内の立て直しを図る。魏の侵攻を退けると、憂いであった南中の制圧にも成功した。一方呉は医療に攻め寄せた蜀軍を撃退。諸葛亮より再び同盟を持ちかけられると、これに応じた。全ては天下を目指す魏に対抗するためである。その間にも魏は内政に力を注ぎ、国力を蓄えていた。来る五色との戦いに万全の体制で臨むために、邪魔するぞ関東。これは殿、こんなところですが、どうぞ遠慮なく。つきものが落ちたような顔をされてますな。そうか、自分ではよくわからんが、確かにここしばらくは随分と思い詰めていた気がする。殿は曹操になろうとしていたのでは。孫吾を守るため、強くあるためと。私が曹操にかもしれんな。弱く心揺れる君主では皆を守れんと思った。故に力を求めた、天下へと進むための力を。だがそれは私が本当に望むものではなかった。関東、病はもう癒えぬのか。俺が新鮮であればもう少し殿のそばにいられたんですが、思えば随分遠くまで来たものだな。殿の臣として生きたことは俺の誇りです。行くな関東、私にはお前が必要なのだ。何の才も持たぬ私には。殿、何の才もないのは俺の方です。定府殿ほどの意もなければ、郊外ほどの部もなかった。あの二人のようになれたらと何とも思いましたよ。ですが自分以外の誰かになどなれんのです。自分はどこまで行っても自分でした。今は誰かになりたいなどと思いません。俺は俺なりに仲間たちとこの時代をかけた。それで十分です。殿、あなたは孫文代でも孫白府でも、ましてや孫孟徳でもない。弱く臆病で迷い続ける、しかし情に熱い我らの殿、孫忠謀だ。関東、思う存分かけられよ。行った者たちの分まで俺は少し休みます。もう十
十分駆け回りましたからなあ、テーフ殿。後悔ありがとう、カント。さらばだ。殿、魏軍は高陵から去りました。ですが、その脅威は未だ消えていません。呪春には大軍を要す早急が駐留し、こちらへの進攻の機会を伺っています。うん、だが下手に攻めれば合皮の二の舞だろうな。リクソン、お前ならばどう対する？医療で職を退けた時のように敵を孫悟の領内深くに誘い込んで分断撃破、これが常道でしょう。ですが今回は誘い込む方法がまだ。覚えているか、リクソン。かつて郊外が偽りの投降で魏軍を赤壁に沈めたことがあった。確か苦肉の策でしたね。周遊殿たちが発案したと聞いています。そうだ、覇陽大使周邦に命じ、魏軍に偽りの投降を持ちかける。それを信じて覇陽を奪いに来た早急を待ち構え、これを打ち破る。なるほど、お見事な策です、殿。私が考えたのではない、皆が教えてくれたのだ。これまで孫悟私を支えてくれた者たちが。そうですね、先日の関東殿のこと残念でなりません。あの人のことだ。今頃先日の戦のことを郊外殿たちに話してるさ。俺が目立ったんだぞってな。そうだな。あの世で見ている者たちに恥じぬよう、生きている我々も奮戦せればな。皆行くぞ、この戦いで魏軍の脅威を打ち払う。だが決して無理はするな。私には皆が何よりも大事なのだ。殿は大丈夫みたいだな。ああ、穏やかでありながら力強い、そういう声をされていた。どうやら以前の孫権殿に戻られたようだな。きっと関東殿が孫権様のお心を縛る何かを解きほぐしてくださったのでしょう。皆を守る、私も孫権様と同じ思いです。戦い、そして勝ちましょう。私たちの未来を切り開くために。
皆さん、策の手はずについてはよろしいですね。ああ、周報に偽りの投稿をさせて義軍を誘い出すんだろう。そして迅速に蹂躙する。天を切り裂く雷槌のごとくだ。早急さえ打てば敵は総崩れになりましょう。だが葬儀の陣営には芝居がいる。この戦、楽には勝たせてもらえまい。そうですね。義弟宗妃が亡くなった今、義の実質的な指導者は芝居です。最地に長けた方だと聞きます。こちらの策が見破られないよう細心の注意を払ってください。大丈夫だ、リクソン。こっちは孫悟の役者が揃い踏みだ。葬儀の連中に一泡吹かせる大芝居、俺たちみんなで打ってやろうじゃないか。今こそ孫悟の天下を引き寄せる好機。早急率いる義軍を倒しましょう。これより隊形の実行にかかります。周報殿が命を懸けた策、失敗は。押し寄せても恐れるな。我らの陣容に不足はない。迎撃開始。
殿、義運は壊滅状態となりました。この戦、我ら孫悟の完全な勝利です。ああ、これほどの大勝利は赤壁以来だな。よくやってくれた、リクソン。葬儀の脅威はここに消え去った。皆、勝ちどきをあげよう。なかなかの大芝居だったな。やはり孫悟には役者が揃っている。郊外殿もあの世で褒めてくれているだろう。うん、敵の狼狽する様、塵の中でさまようがごとくであった。リクソン、今回の功労者は周宝とお前だ。何か望みがあれば聞こう。私の望み、では一つお願いしてもよろしいでしょうか。ああ、申せ。では殿、どうか御帝となることをお考えください。御帝だと？すでに官室はなく、禅城により天使たる権威は義帝へと移っています。職の龍禅もまた先頃職帝を合しました。三国の中で帝を合していないのはもはや孫悟のみ。今こそ御帝を名乗り、新たな王朝をお開きください。殿を帝にお押しいただき、孫悟の天下を迎える。それがここにいる皆の、いえ、これまで戦ってきた者全ての悲願です。いまだ天下が定まっていない中、性急な話であるとは承知しています。ですが、いや、そんなことはない。お前の考えよくわかった。私は帝となろう。殿。いいんですか、殿。天下への道のりはまだまだ遠いと思いますよ。私は天下を望んだ。それが皆を、孫悟を守ることだと思ってな。だが、天下という器を求めた先に皆の安寧があるのではなかった。皆があって天下がある。いや、皆こそが私にとっての天下だった。その当たり前の事実にようやく気づいたのだ。皆が私を帝にと望むなら、私は喜んで帝となろう。殿、では。ああ、今この時より私は御帝を合す。義と職に知らしめよ。口頭に孫悟の天下ありと。諸君の使者よ、遠路はるばるご苦労であった。孫権様におかれましては、ますますご精鋭のことお喜び申し上げます。我が君は今後も孫権様とは変わらぬ友誼を交わしたいとお望みです。ありがたいことだ。龍禅殿によろしく伝えてくれ。して龍禅殿は我らに何をお望みか。はっ、この度我ら諸君は北伐を行うこととなりました。義を攻め、奪われた漢の領土を奪還します。孫悟の皆様にはこれに呼応し、合肥を攻めていただきたいのです。合肥か。かつて五色が手を携え東西から葬儀を攻めた。その時の戦場も合肥であった。我ら孫悟はかの地で手痛い敗北を喫した。あの時の危機を思うとやすやすとは動けんな。ところで使者殿、帰国には
選手の妻孫昌光なる者がいるはずだ。元気にしているだろうか。ご息災であられます。そうか、ならばよい。帰国の要望は分かった。龍禅殿に伝えてほしい。我らは命を守り義を攻めようと。は皆聞いての通りだ。我らは蜀の北伐に呼応し義を攻める。殿、葬儀は合肥の地に新しく城を築き、こちらに圧力を加えています。この新城を攻め落とし、義の領内への進行路を確保するのがいいでしょう。よし、リクソンの提案を採用する。ですが、葬儀の合肥新城はこういう時のために築かれてるんでしょ。そう簡単に落とせるもんでしょうかね。落とせずとも良いのだ。え、孫賢殿、何を言い出すのです。いや、すまない。義の力を削ぐだけでも孫悟の守りに資する、そう言いたかったのだ。そういうことですか。安心しました。なら俺は御帝の臣として働くまでです。義を倒し天下を取る。腕が鳴るな、周太。おう。孫賢様。合肥新城を守る満朝は守勢に長けた将ですが、我らは負けるわけにはいきません。この戦に勝ち、孫悟の天下を押し広げるのです。その通りだ、リクソン。俺の心は今激しく燃え盛っている。烈火のごとくだ。おい帝王、俺のセリフを取るな。どこかで見たやりとりだな。そういや、関東殿や郊外殿がそんなやりとりをしてたっけ。先達は去り、今戦場に立つのは俺たちだ。せめて笑われないよう戦わないとな。とどこつどけと。うん、そうだな。勝って皆で帰るとしよう。孫賢様、一つ伺ってもよろしいでしょうか。なんだ、蓮氏。合肥新城を落とせずともよいと孫賢様はそうおっしゃいましたね。一体どのような意味なのでしょうか。殿、実は私も気になっていました。義を倒すのは合肥新城の攻略は避けて通れません。まさか、いずれまた義と組んで蜀を攻めるとか。いや、すまない。皆に不安な思いをさせたな。私はただ考えていただけなのだ。これから先孫悟がどうあるべきか、戦を重ね天下を目指すのがあるべき姿なのか。蜀との命を守り義との均衡を保つ、三国定律の下での共存、そうした道もあるのではないかと考えていた。三国での共存ですか。私は父上から孫悟という家を受け継ぎ、兄上から天下という夢を託された。それから無我夢中でかけてきたが、今巨神になって思うのはただ一つ、孫悟というかけがえのない家を守る。それが私にとっての天命だ。殿、そのために今は合肥新城を攻める。たとえ城を落とせずとも孫悟へと向く義の力を削ぐことはできよう。結果として孫悟を守れればよい、そうお考えなのですね。そうだ、孫悟を守ることが皆の思いと
命とに報いる道だと信じる。これまで本心を語らずすまなかった。それでも私についてきてくれるか、我が家族たちよ。そんな風に言われちゃ何も言えませんって。今更の頼みです、殿。俺たちは御帝の臣、何なりと命令してください。殿の道は俺が切り開きます。鋭き矛のごとく、そして固き盾のごとく、全力で殿の志を支えましょう。私も共に戦います。いつまでもどこまでも。殿、この陸白夜、これからも神明を通してお仕えします。みんなありがとう。ですが、戦う以上私は勝利、天下に向かって進みます。よろしいでしょうか。ああ、リクソン、それもまた孫悟の皆のためとなろう。思う存分やってくれ。では合皮神経を落とすため持てる全てを尽くします。父上、兄上、私は自分の道を行きます。どうか見守っていてください、孫悟の行く末を。孫権様、どうか皆に号令をお願いいたします。行くぞ。合皮神城の葬儀を攻め、孫悟の未来を切り開く。託された志、死んでいった者たちの思い、孫権様は様々なものを背負ってなお堂々と立っていらっしゃる。だからこそ私はその背を支え続けましょう。いつまでもずっと。私も合皮神城へ向けて進軍しよう。守るべきもの守れたみたいね。見事見せつけてくれますな。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。行こう、いち早く牛舎砦を抑える。
魏軍の奇襲だと。みんな怯えんじゃねえ、迎え撃て。おしまいにするわ。任を果たせなかった。他の武器はうまくやっているだろうか。よし、砦を守りきったぜ。魏軍など恐るるに足らんわ。敵将討ち取ったわ。守るべきもの守れたみたいね。その勇士に惚れ込みそうです。ああ、本当にすごすぎる。お見事です。私も見習わなければ。神城攻略中の仲間に伝えれば。いませんな。伏兵を出して敵の伝令兵を絡め取るの。本当に何か重大な情報をおしまいにするわ。絶対に逃がすな。どっかかチェンホーン。おしまいにするわ。ごっかかい。残念ね。やっぱ嬉しい伝令を逃がしてしまう。ご助力感謝いたします。ガッピ神城周辺の情報を運んでおりました。やっはっ。守るべきもの守れたみたいね。だと家計の準備をしていると悟られたか。伝令、高地に家計の資材が蓄えられているようです。
よし、ここで防御体勢を取るのだ。艦長殿の秘策、邪魔させようものか。呪春へ援軍を要請せよ。おしまいにするわ。申し上げます、呪春から増援が到着しました。の資材をすべて奪取しました。資材に奪われた。これじゃあ満潮様ご考案の家計は無理だ。敵将討ち取ったわ。はい、どきなさい。守るべきもの守れたみたいね。あなたの部には乱れがない。悠々と流れる大河のごとくですね。それでこそ連士だ。十分な資材を奪取できました。魏軍の家計を阻止できるでしょう。落とせると踏んだんだろうけど、この城の防備を甘く見てもらっては困るな。正門に迫る五軍は家計で一掃しよう。急いで準備を進めてくれ。伝令、家計部隊が撃破されました。資材が奪われ、家計を実行できません。家計を読まれていた。さて、これはどうしたものか。予想はしていたが、これほどの大軍とは。こちらも呪春から援軍を呼ぶとしよう。おしまいにするわ。この地を失えば中原は裸も同然。みすみす失うわけにはいかないんだ。援軍到着まで耐えられるはずが。まさか私の見込みが狂うとは。伝令、本家様大変です。北部より魏の大軍が接近中の模様。ここまで来て。戦果は十分。今は行くぞ。よし。
申し訳ありません。あと一歩、あとほんの一歩だったのです。ですが届きませんでした。この戦いに勝てば孫悟の天下が見えたはずなのですが。リクソン、お前にとって孫悟とは何だろう。それは私が生きる国そのものです。ならばお前にとって天下とは。それは私たちは流行りすぎていたのかもしれんな。華北、中原、青龍、覇色、天下のうちとされる地は広いが、その多くについて私たちは語る言葉を持たん。だが高等のことは全て知っている。我らの国孫悟のことを。合肥を奪えれば国は大きくなったろう。だが私はそれよりもこの戦によって孫悟の危機が薄らいだことをよしとしたい。殿、御帝、この帝とは我ながらよく称したものだ。帰ろう、我らの国へ。